インターネットセクション。ここはファーイーストリサーチ松岡チーフの管轄下にあり、インターネットで送られてくる個人クライアントの依頼を専門に扱うセクションである。その調査内容はスーパーコンピューターに収められ、エージェントたちの基礎データとして利用されている。インターネットセクション桐島です。たくさんのご依頼をいただき本当にありがとうございます。今日は皆様から送られてきた依頼の中から現在調査が進行中のものを報告いたします。コックリさん、コックリさん、おいでになりましたら肺の方へお進みください。今からおよそ20年前、全国の小中学校で大流行し、今なお霊的な占い遊びとして残っているコックリさん。流行った時期と地方によってその方法は異なるものの、昭和59年に出版されたコックリさんの秘密によると、最も基本的なやり方は次のようになる。ひらがな50音、数字、そして鳥居を書いた紙の上に10円玉を置き、2、3人で人差し指を軽く乗せる。呼び出す呪文を唱えると、コックリさんが乗り移り、紙の文字の上を10円玉が勝手に移動し、質問に答えてくれる。終わった後、使用した紙は破って埋める。10円玉は24時間以内に使わないと呪われる、などの約束事がある。そのルーツは意外にも19世紀に欧米で生まれたテーブルターニングにあった。霊的なものがテーブルにやってきて、コックリさんのように質問に答えるというもの。宗教的な常識が科学によって覆された時代に、未知なるものの存在を示す方法として当時の人々に大流行した。日本では明治の妖怪博士井上遠良の説によると、明治17年頃、下田沖で難破した帆船乗組員により伝えられたとされる。また一方、コックリには狐、犬、タヌキを表す漢字が当てられているところから、動物霊であるとも言われている。調査を進める中、コックリさんから数々の不可解な事件が起きていることが判明。1989年、福岡の中学校ではコックリさんを行っていた3年生が集団で放心状態になり、授業が中止になるという事件が発生。また1985年、静岡では29歳の主婦が夫の留守中に一人でコックリさんをやっていたところ、錯乱状態に陥り、病院に緊急入院するに至ったのである。あたかもコックリさんが引き起こしたかのような不可思議な現象が起こっていたのである。果たしてコックリさんとは一体何なのか。本当に10円玉に霊が降りて答えを導いているのであろうか。コックリさんとは一体何なのか。本当に10円玉に霊が降りて答えを導いているのであろうか。早速我々は都内の小学生の協力を得て、コックリさんを呼び出す実験を試みた。コックリさんを信じる子どもたちを A 班、信じない子どもたちを B 班、そして C 班には先生方に協力していただき、計3班でコックリさんを呼び出し、これらの同じ質問をしてもらう。いよいよ実験が始まった。コックリさん、コックリさん、お気に入りしたら肺の方へお進みください。果たして本当にコックリさんは我々の目の前にその姿を現すのだろうか。すると早くも異変が確認された。サンキューは何語ですか？コックリさんを信じているという A 班の10円玉が動き始めた模様。早速コックリさんに質問を開始した。日本の首都はどこですか？日本の首都はもちろん東京。果たして10円玉はどこに向かうのだろうか。早送りでご覧いただこう。なんと10円玉が指し示した文字は最初は「お」、そして次に示した文字は「う」である。しかし子供たちが故意に10円玉を動かしている様子はどこからも認められない。10円玉は我々の目の前で正確に「東京」と答えたのである。10分後、コックリさんを信じていない B 班と先生方の C 班には全く何も起こっていない。しかしその時に A 班は3問目のジャイアンツ松井選手の背番号を答えていたのである。松井選手の背番号はご存知55。10円玉が示した答えも55であった。コックリさんを信じる A 班の10円玉は確かに動き出し、全て正解を導き出した。一体この紙の上で10円玉に何が起こっているのだろうか。コックリさんの不思議な点は次の2点である。1、指を乗せた10円玉が見えない何者かの力によって動く。2、子供たちの質問にほとんど正確に答える。
コックリさんは本当に心霊的なものとして存在するのだろうか。我々は科学の歴史に詳しい和光大学理学博士板倉清信先生にコックリさんの正体を尋ねた。心霊的なものではありません。潜在意識というのが元になって人間は体が自然に動いちゃうことがあるんです。それは一体どういうことなのだろうか。なぜ指を乗せただけの10円玉が一人でに動き出すのか。それはね、不覚筋動というものによるんですね。不覚筋動、自分では意識をしないうちに筋肉が動いてしまうという人間の生理的な身体動作のことである。皆さんも試してみていただきたい。両手の指を組んで人差し指だけをまっすぐに伸ばし、その間を5ミリほど開ける。するとご覧のように指は自然にくっついてしまうのだ。これが不覚筋動である。ではコックリさんと同じように10円玉に手を添えていただきたい。不覚筋動によって指がかすかに震え出すはずだ。人の体は静止していることの方がかえって難しいのである。我々の身近なものの中にも、例えば自動車のハンドルやブレーキには不覚筋動を計算して遊びと呼ばれる余裕がある。これは不覚筋動がそのまま操作として伝わらないようにするためである。ではなぜ10円玉は正しい答えを導き出すことができるのか。自己暗示にね、かかった自分が、潜在意識によって動くということに関係ありますね。コックリさんを信じていると言っても最初は半信半疑であるだろう。しかし不覚筋動によって動いた10円玉を見て本当にいると自己暗示にかかってしまうのだ。それでは自己暗示にかかった人の潜在意識がどのように体の動きに現れるか、この実験を見ていただく。ここに揺れます。糸で吊るした5円玉を動かないようにかざしてもらう。あらかじめ男性の時は縦に揺れ、女性の時には横に揺れるようになっていると子供たちに説明し暗示をかける。子供たちの5円玉はというと、動かしてません、本人に動かしている意識はないのだが、5円玉はご覧のようにその暗示通りに揺れてしまう。これは最初に聞いた説明が潜在意識の中にあり、不覚筋動となって体の動きに現れたのである。コックリさんの場合はこの潜在意識、すなわち質問に対して心の中で思っていることが知らず知らずのうちに指先の運動となって10円玉を動かしてしまうのだ。そこで中学生程度の英語の質問と、彼らが生まれる前のアメリカ大統領をコックリさんに答えてもらう。すると10円玉は迷ったように紙の上をさまよい始めた。結局答えを導き出す様子は見られなかった。自分たちの知識内のことであれば正確に答えられるが、それ以外は答えられない。コックリさんと呼ばれる第三者が存在していないという一つの理由にならないだろうか。さらに我々は最新の機械による実験を試みた。アイマークレコーダーによりコックリさんをしている時の子供の視線を厳密に測定してみることにした。その時一体どこを見ているのだろうか。実験は7時ちょうどに開始。今何時ですか。するとご覧のように視線は最初から7の方へ向き、その後10円玉が動いている。心の中の答えを無意識に目で確認しているのだ。今までの検証から導き出せるコックリさんの正体とは。コックリさんの正体は10円玉を動かすもの、すなわち10円玉の上に指を触れているその人自身に他ならない。1、不覚筋動が10円玉を動かし、2、動かないと思っている先入観が覆されたため自己暗示にかかりその存在を信じてしまう。3、潜在意識の中にある答えを無意識のうちに体が勝手に導き出しているのだ。潜在意識による体の動きは日常生活でも現れている。通勤途中、他の用事で別のホームに上がらなければいけないと考えながら知らぬ間にいつものホームに上がってしまい慌てて引き返したり、また車を運転できる人が助手席に座った場合、目前に危険が迫るとありもしないブレーキを無意識に踏んでしまうことがある。人間の潜在意識とこれによって生ずる筋肉の運動というものはコックリさんの時同様日常でも働いているのだ。つまりコックリさんとは何も神秘的な力によって起こるのではなく、自己暗示状態に置かれた人間の潜在意識の働きによって起こるごく自然な現象なのである。しかしコックリさんが原因で様々な事件が起きていることもまた事実である。福岡の中学3年生による集団放心状態事件、静岡の主婦が錯乱状態に陥り入院したという事件、これらは一体何が原因なのだろうか。
我々は東邦大学大森病院の高橋慎吾先生を訪れた。これはですね、自己暗示による一種の催眠状態に陥ったと考えられますよね。なぜならば、こっくりさんのやり方が催眠への誘導方法にそっくりなのである。それは1、10円玉に触れるとき体の力を抜くこと。2、呪文を繰り返し唱える、言葉による暗示。3、ある一点に神経を集中させることなどが挙げられる。そのため彼らは催眠状態に陥り、事件に発展したと考えられる。さらに福岡の中学生は受験を控えた時期であったこと、主婦の場合は夫が留守がちで孤立していたことなど、精神的に著しく不安定な状態であったことが共通している。こっくりさんは小中学生の占い遊びで、ほとんどの場合深刻な問題になることはない。しかしこっくりさんを繰り返し行うと催眠状態へ導かれ、時には危険な状態に陥ることもあるのだ。